どうも、通信ゲートボール博明家です、今回ですけれども、今年2023年の最後の動画といたしまして、今年面白かった試合の動画トップ5を勝手に判断させて、いただきました独断と偏見のランキングになっております。よろしくお願いします。ぜひ最後までご覧ください。皆さん予想しながら見ていただけたらと思います。1大会につき1つの試合、1試合のみのノミネートとなっております。そこのところはご了承ください。はい、あとはまあ全国大会が多めになっております。よろしくお願いします。それではまあ今年を振り返りながらですね、ランキング動画を、ランキングを発表していきたいというふうに思います。それではいきましょう。第5位です。全国ジュニアゲートボール大会からジュニア2部決勝戦、霧島ジュニア VS 松坂ジュニアでございます。今年のジュニア大会は僕は結構こう注目してました。はい、まあ、というのも実はこの今年の3月なんですね。思い返すと今年の3月アンダーサーティン合宿っていうのが始まって、通信もたまたまそこに参加させていただく機会がありまして、参加してみるとですね、まあジュニアの子たちがたくさんいたんですね。 E フォースマスとか千葉のね、QQ ビーチ合宿で出会った子たちが、まあ、決勝戦まで行ったと。そして相手はなんと霧島ジュニアということで、まあ僕も楽しみにしながらね、福井さんの動画を待ってました。そして、ね、いざね、福井さんの動画をこうクリックして見たんですけれども、みんなもうね、堂々としてですよ。もう大人の選手のように堂々として、打ってる姿を見てですね、あれ、ジュニア大会ってこんなにレベル高かったって思ってびっくりしました。まあ決勝戦をここでは上げさせてもらったんですが、僕が実は動画にね、載っていない幻の準決勝戦、E フォース VS 霧島ジュニアのね、この戦いが僕は一番、面白い試合になってたんじゃないかなっていうふうに思います。実はね、僕のチャンネルで限定公開でこの動画あるんです。もしよかったら限定リンクを貼っておきますので、まあ、ちょっとE フォースの方が撮ってくださってるビデオで、実はその、まあ、そこまでこう上手に撮れてないので、まあ、限定公開になってるんですけども、もしね、よかったら見ていただきたいと思います。今年というか、ゲートボール界はね、本当にこう、人口がこう、廃れていっていることでありますので、こうね、ジュニア大会で活躍しているジュニアの子たち、皆さんね、しっかり覚えてね、通信チャンネルを通してでいいので、応援してあげてください。その、みんなのね、応援がですね、多分ジュニアの子たちには必ず届きます。そして、私が届けますので、ぜひですね、これからの将来を担う子供たちの、動画も、楽しんでいただけたらなというふうな思いも込めて、ジュニアの大会決勝、2部決勝戦、霧島対松坂を第5位とさせていただきました。続きまして、第4位の発表となります。第4位は、金星ソヤマ VSTMN でございます。はい、こちらの、試合はですね、私のチャンネルの動画となっております。はい、私のチャンネルから飛びます。これはね、冬プライムですね。2月にありました冬のプライムカップから、金星ソヤマさんのチームじゃないな、逆か、 TMN さん対金星ソヤマさんのチームがノミネートいたしました。この試合はですね、私も解説付き動画を上げていますが、非常にですね、まあ何でしょうかね、序盤から TMN さんたちが押していた試合でして、そして最後には感動の逆転が待っているということでですね、まあ、非常に見応えのあるいい試合だったかなっていうふうに思います。まあね、そもそもね、この冬プライム、混成チームが結構いっぱいありまして、混成曽山さんと混成島田達明さんと混成松田さんでしたね。やっぱね、混成にしてこうチームバランスを分散するとね、やっぱ面白いですよね。なんかこう、例えばまあ A&G みたいな一つの一強のチームがいて、そのチームに立ち向かっていくっていう構図もいいですけど、やっぱりこうね、トップのチームのキャプテンが分散してこう戦っていくっていうのもですね、非常に面白いなっていうふうに思って見てました。
はい、なので、コンセス山さんのチームの対決はですね、GO チャンネルとかでも上がってますけど、本当にハズレがないぐらい全部面白い試合になってますんで、まあ、ぜひね、暇がある方は冬プライム2023で検索してコンセス山さんの試合全部見てみてください。全部見応えのある試合になっていると思います。第4位は、TMN サンダースコンセス山さんの対決でした。第3位の発表の前にですね、今年の通信の試合のことについてちょっとお話しさせていただきます。今年はですね、世代交流、和歌山県で行われた選抜大会の審判から始まり、世代交流、国大、選手権と4つの全国大会を股にかけた男でございます。まあ、福井さんには叶えませんけれども、まあ、それでもかなりの数の全国大会に行かせてもらいました。そして動画もたくさん、撮らせていただきました。歴史に残るような7連敗を期すことになりました。まあ、世代交流から始まってですね、国大と、悪の流れは続きまして、最後選手権もですね、死のリーグを、私引きました。あれ正直くじ一番最初で12分の1でした。12分の1で引くとそこには、市のリーグ、岩手、岐阜、徳島、この市のリーグが待っておりました。正直自分のくじ運の悪さに、皆さんから、チームメイトから怒られました。はい、ということですけどもね、そこから、なんと7連敗を阻止した試合が、岩手県啓太さんとの対決になっていこうということで、この試合、私にとっては今年一番のベストバウトとなっております。やっぱりですね、7連敗を止めていただいた試合、そして立役者となったのがつゆちゃんズの名前の由来となった、つゆみねくんだということで、本当に非常に面白い試合になってますんで、動画に上がってますのでぜひねご覧ください。はい、あともう一つですね、世代コールの動画で僕は松原クラブで出て霧島クラブと戦っている動画があるんですが、まあ、それも僕の最後のワンミスで負けているんですね。まあ、その動画もですね、ぜひねちょっと見てほしいなと思います。あれ結構ねいい勝負ですね。案外いい勝負なんですよ。はい、ユダッチがねめっちゃ頑張ってる試合なんですけど、ということでね、福井さんの方のチャンネルにも僕はね頑張って霧島クラブと戦っている、いや僕以外の4人が頑張って霧島クラブと戦っている動画があります。ということで、まあいろんな大会、全国大会に出させてもらって、たくさんの経験を積ませてもらいました。はい。それでは、第3位の発表に参りたいと思います。いきます。第3位は、ドゥルル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 ル、じゃん、世代交流、ゲートボール大会から、大霧島 VS、クレハでございます。はい。まあ、世代交流もね、名勝負、決勝戦から始まり、名勝負がいろいろありますけれども、その中でも僕とチームメイトで満場一致したのが、鹿児島対決、大霧島 VS クレハでございます。これも僕のチャンネルで見れます。正直ね、もう最後、赤チームが勝ったと思いました。大霧島が勝ったと思いました。しかし、最後の8番、秘密兵器翔吾さんがですね、3コーナーから3ゲートを通って上がりまで行くっていうですね、とんでもない逆転を見せた。僕は逆転が大好きなんですよ。はい、僕は逆転が結構大好きなんで、逆転の試合を、ね、上位にランクインさせてしまうんですが、本当に面白い試合になってますんで、皆さんぜひですね、この世代交流のトーナメントを皆さんぜひですね見てほしいなっていうふうに思います。見てほしいなって思います。この試合本当に面白いので、解説次で私のチャンネルでぜひ見ていただきたいなというふうに思います。第3位、大霧島 VS クレハでした。第2位の発表です。第2位はドゥル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 チン、国大国民体育大会ゲートボール競技の部決勝戦、鹿児島 VS 岐阜です。はい、この試合はね、ゲートボールを極めたらこんな試合になりますよ、これを体現したような試合になっていると思います。実は鹿児島と岐阜は予選トーナメント、予選リーグでも当たってるんです。この時の試合も素晴らしい試合です。そして決勝戦も素晴らしい試合です。
何がすごいのか、数ある舞台の動画の中からこの2件の試合になっているのはやっぱり作戦力と技術力、ギリギリの心理戦、面白いです。最後までですね、勝負がわからない激戦になってます。でもこの中でね、福井さんが大活躍してるって言って、非常に面白い試合になってますので、ぜひね、福井チャンネルの大活躍と、まあ両首相のギリギリの心理戦と、素晴らしい技術力、もうこの人たちとゲートボールするのは正直もういいから、見るだけでいいですってなるぐらいの対決になってますので、ね、ぜひね、見るゲートボールを楽しんでいただけたらなというふうに思います。第2位は鹿児島バース岐阜国体の予選と決勝、どちらもノミネートさせていただきました。はい、まあ、ここまで話してきまして、最後の最後に残った動画、皆様お分かりいただけましたかね。今年のベストバウト、スーシンが選ぶ一番感動して面白かった試合、第1位の発表です。第1位は全日本選手権決勝戦、東大西バース、サダキング、選手権の決勝がまさかの1位ということで、2023年を締めくくるような伝説の1試合がまさかもう選手権の決勝戦から生まれるっていうね、本当にもうこの何かの運命を感じるような試合ですが、この選手権の決勝戦、本当に素晴らしい試合でしたね。いや、まさかあの場面から逆転するとは僕は思わなかったです。お互いのチームのこのスーパープレーとミスがこう重なり合って、最後の最後、8番の選手が、サダキングの選手が、2ゲートを通過し、ボールを一掃したところで、残ったのボールは残り9番1つ、でこれで白チームの勝ちだと誰もが思ったその後ですよ、9番の2ゲートから通って3ゲートを当てるというね、もう本当に信じられないぐらいの大逆転、これにもう感動しなかった、興奮しなかった人は一人もいないというぐらいですね、面白い試合となっております。本当に面白かったです。この動画ちゃんと解説付きで私のチャンネルに上がってますので、ぜひねご覧いただきたいなというふうに思います。本当に動画のまあ試合のね面白さっていうのは、興奮度合いっていうのはもう試合動画を見てもらったら分かります。ぜひね最後までご覧見て、最後まで目を離さずに動画を見ていただけたらなというふうに思います。はい、2023年の、ベストバウトは文句なし、第1位選手権の決勝戦、東和田西 VS、サダキングと名乗りました。はい、以上でございます。はい、おめでとうございます。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。ということで皆様気づきましたか、鹿児島がめちゃくちゃ多いです。鹿児島県、恐るべし鹿児島県、上位3つに全部入ってます。本州の皆さんも頑張りましょう、鹿児島県を楽しましょう。はい、ということでですね、今年1年を振り返って皆さんもいろんな大会に出たり見たりしたと思います。私も本当に今年1年は面白く、ゲートボールをさせていただけたなというふうに思います。今年で私もこんなにも自由に全国を飛び回ることは、で今年が最後になると思います。来年からは就職して、和歌山県にまた戻りますので、まあ、多分いろんなところを行ったり来たりするのは難しくなると思います。今年、そして今まで仲良くしていただいた皆さんのもとには年に1回は絶対に行きたいと思ってますんで、お誘いいただけたら可能な限り、行きたいと思ってます。ぜひですね、通信のことをですね、またこれからも応援して、練習に駆けつけますんでね、呼んでもいいよって思ってもらえる方はですね、ぜひ、お呼びください。できる限り行きたいと思います。そして、まあ、ゲートボールの面白さを伝えるということで、今年1年もやってきましたけども、まあ、正直、どれくらいゲートボールの面白さを、まあ、世間に伝えられたのかなっていうふうなところに関しては、不安な部分もあります。でもですね、今年、大阪に高校のチームができたり、実名館に教えに行って、通信チャンネル面白くて見てますって言ってくれくださってる方がいたりですね、まあ、そういう皆さんの、生の声一つ一つがですね、僕を励まして、
やる気を与えてくれます、皆さんの応援があってこそ頑張って動画を投稿を続けられているっていうのが現状です。本当にありがとうございます。そしてこれからも、私に力を与えていただけたら幸いです。まあ、来年はもっとですね、ゲートボールの楽しさを伝えるために頑張っていきたいなというふうに思ってます。目指せチャンネル登録者1万人ということで頑張っていきますので、通信チャンネル、チャンネル登録と高評価、そしてリピートよろしくお願いいたします。2023年皆様お疲れ様でした。良いお年をお過ごしください。来年もよろしくお願いします。さよなら。